ハーゲンギタリスト、イサオさんですね。こんにちは。よろしくお願いします。まあ、そのスパイダーバルブをお使いになる前は、はい、僕らのアンプを、そうですね、僕らのエクスタシーというのを使っておりまして、はい、ですね、はい、あの非常に、はい、有名な効果のね、はい、はい、で、まあ、スパイダーバルブにこう変えられたというのは何かこうきっかけが、あ、きっかけですか。あのちょっとね、あのアンプを探してたのも実はありまして、で、まあ、あの当時僕はロサンゼルスに住んでたんですけど、あ、はい、で、まあ、たまたまその僕 の, あの所属していたバンドが、まあ、ライン6のエンドースメントを受けていましてですね、それで、まあ、あのちょっといいアンプがあるよということで試してみたんです。じゃあね、こう偶然、偶然なんですかね、必然なんですかね、これは。ボブナーデザインっていう、ボブナーってね、昔僕が使ったアンプなんで、あ、これどうなんやろと実際弾いてみるとものすごいパワーがあって、でしかもあの足元がね、そんなにこう置くのが好きじゃなかったので、もともと僕らの時はあのそれなりにこう、そうですね、なんか要はその僕らのアンプの、フットスイッチと、まああとなんだろう、モジュレーション系、はい、先頭に対して使うものとかいろいろこうやってワーペダルも全部置いて、まあ、なんか足元がこういうような状態だったんですよね。なるほど。でそれがやっぱりこうなんか足も忙しいじゃないですかで持ち運びも便、あのね、不便だし、そのセッティングするっつってもね、あの例えばローディー君とかでもね、なんか汗だくになってこうやったりとかするじゃないですか。そうなんですよ、なんかかわいそうになってで、まああの本当にこうシンプルで、あのこれ一台でこういけるっていう、これ今、ね、はい、実際にライブでもこういう、そうですね、もう実際もうライブでもね、これで今やらせてもらってて、あのまあ今こうワイヤレスも使わせていただいてるんですけど、あのどんだけちっちゃいライブハウスとかね、あともう本当にジャズバーというんですか、はい、そういうところで演奏するときもワイヤレスつけて、だからもう足元がね、これのみなんで、あ、非常にスピーディーですね、はい、スピーディーにセッティングできる、はい、ね、まあ、トラブル防止にもなるんですね、うん、
はい、どうもありがとうございました。